このポケモンの名前はドククラゲ。英語ではチャンチャクオーと呼ばれております。触手を意味するチャンチャクオー、そして残酷を意味するクルオー、2つの単語を組み合わせてチャンチャクオーという名前になっているんです。本日はこのようにポケモンの英語の名前とその由来を皆さんに紹介していきたいと思います。それでは今日もやっていきましょう。本日最初に見ていきますポケモンはこちらのスターミーです。スターミーの英語の名前も同じ、発音はスターミーです。ヒトデを意味するスターフィッシュ、そして私を意味するミー、くっつけてスターミーです。先週ヒトデマンがスターユーだと説明しましたよね。このヒトデマンの進化系統は You と Me、 つまりあなたと私で名前が対照的になるように工夫が施されていたんですね。続いて見ていきますポケモンはこちらのバリアードです。バリアードの英語の名前は Mr. Mime、 目上の男性の敬う呼び方である Mr. そこにパントマイムのマイムをくっつけて Mr. Mime です。メスのバリアードも Mr. Mime です。これは初代ポケモンというポケモンにまだ性別の概念がなかった頃に、この名前が付けられたため起きている現象です。面白いですね。はい、続いて見ていきますポケモンはこちらのストライクです。ストライクの英語の名前はサイザー、カマを意味するサイブから名前が来ております。まあもうそのまんまですよね。こちらのルージュラなんですけれども、当時のヤマンバギャルをモデルにしたポケモンだということは何人が知っているでしょうか。英語の名前はジンクスです。勘の良い方ならもう分かってくれるかな。日本語で言うところのジンクスから名前が来ております。すりばち山の風に乗り、天候石化やってくる。はい、懐かしい歌が出たところで、こちらがエレブーです。エレブーの英語の名前はエレクトバーズです。電気を意味するエレクトリックとバーズという言葉をくっつけてエレクトバーズです。このバーズという言葉なんですけれども、まあ、例えば虫の羽音であったり、あとは機械のモーター音ですね。このブーンっていう音を表現するときに英語圏の人たちはこのバーズという言葉を使うわけですね。そんなエレブーの長年のライバルといえばこちらのブーバーです。ブーバーの英語の名前はマグマー、溶岩を意味するマグマ、そしてスペイン語で煙を意味するフーマー、組み合わせてマグマーです。ちょっぴりグロテスクなこちらのポケモンの名前はカイロス、英語ではペンツーと呼ばれております。挟むものもしくはつねるものを表すペンツーから名前が来ております。サトシがなぜかいっぱい持っているポケモン、それがこちらのケンタロスです。ケンタロスの英語の名前はトーロース、ギリシャ語そしてラテン語でお牛を意味するトーレスという言葉から名前が来ております。最弱のポケモンは何かと聞かれたら、間違いなく100人中99人がこちらのコイキングと答えるでしょうね。コイキングの英語の名前はマジカップ、魔法を意味するマジック、そして恋を意味するカープ、組み合わせてマジカープです。弱い恋でも魔法は使えるんだよって話ですよね。まあ、強力な4番打者がいますから、いつかはまだね、順位浮上してくるんじゃないかなと思ってます。まあ、別のカープの話ですけどね。はい。本日最後に見ていきます図鑑ナンバー130、こちらのポケモンの名前はギャラドスです。
英語の名前も同じで発音はギャラドス。実はギャラドスの英語の名前なんですけれども、これは日本語のギャラドスの名前をそのまま英語の発音にしただけらしいんですよね。あと日本語の名前もどうしてこの名前になったかっていう明確な由来ソースというものが、今のところはっきりしていないそうなんですよね。うん。例えば逆上のギャだったり逆境のギャだったり、あと虐殺のギャですよね。そこに脅す、まあ脅迫ですよね、くっつけてギャラドスなんて言われてますが、個人的にはあんまり信憑性の高くない、話だと思います。はい。ということでギャラドスの名前だけ調べてもわからなかったということで、ちょっと最後シリスボミになってしまいましたが、本日は以上です。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンを、そしてこういう動画がもっと見たいよという方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。じゃんけんポーン!ふっふっふーのフォー!さようなら!